こんばんは。モンテキ工作海空研究所、今日は夜会でございます。今日は令和6年8月26日ですね。いよいよ夏休み最終週、もしくは今日明日あたりから学校がという感じなんですけどね。まあお仕事の方にはもうとっくにという感じかもしれませんが、今日も一日お疲れ様でございました。今日私はですね、秋田大学から、これ多分直くんのお友達がとこの間話したのは秋田県立大の人だったと思うんですけど、原田さんね、今日ジャムステックにインターンシップで秋田大学から4年、学部4年の人が来てて、まあその受け入れ、今週1週間ですね、まあ僕らの部署にいて、熱帯の大気海洋相互作用の研究分野のグループなんですけど、僕らは、まあそこでいろんなことを、そうですね、習得、まあ、受け入れる側もね、何をご提供して良いものやらみたいな、決まったプログラムがあるわけじゃないんで、なんか一日一日人を入れ替えて、まあいろんな人と話ししながら、まあ来てくれた人にね、持って帰ってもらうと。まあ経験なり、知識なり、ディスカッションしたという、まあ頭の、トレーニングですよね。まあそういうのを、まあ体験してもらうと、まあいう感じで。まあ初日なんで今日はね、午前中だけ僕はね、軽く顔出して自己紹介して、まあ、その彼が実際どういう研究してるのかとか、なんかそういう話を、自己紹介でお聞きしたりとか、なんかそんな感じのことをやって、で、午後はですね、慶応義塾大学の方に行っておりました。で、慶応義塾大学はですね、気象学会の、来年春、2025年の、まあ、5月ぐらいですかね、に、僕らが担当、ジャムステックの研究者が担当になって、まあ、気象学会を実行委員として主催すると。まあ、そういう担当になってて。で、慶応義塾大学の日吉キャンパスのここいいんじゃないみたいな会場を選ぶようやってて。まあ、そこの下見に行って、僕も行ったの久しぶりだったんですけど、非常にいい場所だったんで、後でね、動画をシェアしたいなと思ったりしております。非常にね、なんて言うんでしょうね、まあ、学会って定期開催なので、まあ、粛々とやることやればいいっていうイベントでもあるんですけど、まあ何年かに一遍しかこう担当が回ってこないとかっていうと、なんかね、毎回その立ち上げの瞬間っていうか、準備し始めの瞬間って、まあ、要するに当日のゴールから一番遠い瞬間が一番不安が大きいみたいなところが、やっぱりね、あるんですよね。実行委員長の方とかは毎回なんか、どうしてもね、いろんなもの背負ってしまうんで、まあ、半分ぐらいですね、大丈夫ですよってみんなで励ますっていう、なんかそんな感じでしたね。いや、なんかすごく、まあ会場も素晴らしかったのもあるんですけど、すごくテンション上がって、みんなで下見しながらね、ここめちゃくちゃいいじゃんと。なんで今までここやらなかったんだろうぐらいな感じで。もう本当にね、なんて言うんでしょうね。ほとんどリモートワークで僕は研究活動もそうなんですけど、全然その研究活動の大半で、わざわざその出かけるみたいなことが必要ないんだったらなくていいんじゃないっていうことを逆に徹底してる分だけ、まあ、わざわざ出向いて対面でこういう環境の中でこういう議論ができたら最高だなみたいな話の時って、かえってね、イメージが強く湧くようになってというか、そこの価値って、あ、こういうことだったんだなと。何時何分から、タイトル決めて
何分間発表して、その後3分だけ質疑応答がありますよっていう、まあ、いわゆるこれがね、口頭発表っていう形式、発表形式で、まあ、この間ね、なおくんが、それで15分間の発表を、20分間か、20分の発表をされたっていう話を、ね、後々また動画も上がるんでしょうけど、その形式ともう一つあって、ポスター発表っていうんですけど、まあ、でっかいこう壁に貼るような、でっかいポスターに、研究結果をまとめるみたいな。で、それをですね、壁に貼って、その前で立ってて、で、興味がある人が寄ってきたら説明するみたいな。そのポスターの前でね。まあ、こういうデータを使って、こういうテーマについて分析してみたら、こういう結論だという説明を、その目の前の来てくれた人に一人ずつやると。まあ、もしくは2、3人とか4、5人とかこう人だかりができる時もあるんですけど、まあまあそういう形式の発表形態が2つあるんですけど、その特にね、ポスター発表はオンラインでやるよりも、まあ、オンラインで無理やりやろうとしてたんですけど、もうこれはやっぱり対面じゃないとその要するに目の前にいる距離感とか、その発表する、説明する側も、なんていうか、原稿を読むような発表とか、時間が区切られてて、用意スタートで発表するとかじゃなくて、あ、こんにちは、から始まってさ、いや、こういうことやってるんですけど、この図すごい面白いと思ってるんですけど、どういう話なの？もうほんとなんか対話形式になってるっていう。あ、こんばんは。そのポスター発表は本当に対話の延長上で、研究成果をシェアして、いわゆる、なんていうんですかね、マンツーマンのディスカッションになるんで、非常にね、あ、これはオンラインじゃなくて、絶対対面の方がいいよねって、確実に言い切れるものってこれだなって、うん、すごくわかるからこそなんかワクワクしましたよね。なんか、ここ数年ね、何かと全てがオンラインになって、やっぱり対面だよね、みたいなことを、たまにね、あったりすると言うけど、やっぱりオンラインでいいんじゃないみたいなものもあるわけですよ。その、やっぱり対面がいいよねって言ってる部分って、どこを指してるのかが、それ間違ってないんですけど、要するにね、なんか、研究発表で行くと、その、口頭発表で、何時何分から15分間だけあなたの時間です。用意スタートって言って、原稿を読むような人もいるし、まあ、原稿なしでとっとと喋る人もいますけど、まあ、どっちにしてもね、やっぱり一方通行で喋る発表形式の場合は、これ、むしろオンラインの方がいいんですよ。で、まあ、それを聞いた後に、さっきのあの発表だけどさって言って、僕はこう思ったけど、実際のところどうなのみたいな。その、質疑応答の2、3分間の枠じゃなくて、それがまあ、一通りセッション終わって夕方、飲みに行こうぜぐらいの雰囲気の時に、ちょっと踊り場で、ね、その人捕まえて、あの発表面白かったよ、と。でもさ、僕ちょっとここ気になったんだけど、みたいな、その対話が生まれるから、そこを指して、やっぱりタイミングがいいよね、みたいなことを言ってるんだけど、っていうね、なんかその切り分けがね、しばらくみんなできてなかったんだけど、だんだん、あ、どうやらここが対面の価値だぞ、みたいな。それが、すごく、見えてきて、学会の運営みたいなことをやるときにね、まあ今までその、なんとなく前年こうしてきた、それを今年も確実に正しくこうしねばならないみたいな、まあ本当 PTA とかも一緒なんですけどね、とにかくなんか思考が停止してしまうんですよね。歴史が深ければ深いほど、でなんだそれは、そのまあある意味その思考が停止してても粛々と行えるっていう仕組み化がなされてるんで、それがすごくよくできてるとも言えるんだけど、まあずれてきてしまって、少しずつなんかみんな重くて負担だし、なんか面白くないみたいな感じに、ちょっとずつちょっとずつなっていくときに、どう改善していけばいいかみたいな道筋が、取っかかりがないっていうかさ、どれぐらいだったら変えてもいいんだっけとか、これぐらいのところは残してた方がいいんだっけとか、まあもしうまくいかないっていうことが生じた場合に、
まあ、次にね、その、あそこうまくいかなかったから、こういうふうに引き継いで、あの次の人にはこういうふうにやってもらうのがいいと思うみたいなことを、どうやって受け渡せばいいんだっけとか、そういうものもの含めてですね、なんていうか、それをね、やる術を失っていくんですよね。進化するプロセスというか、まあ、進化のための仕組みですね。確実に実行するための仕組みと、進化するための仕組みって、まあ、完全に別系統になっているから、進化する仕組みばっかりだと安定しないし、粛々と確実にやる仕組みばっかりだと、ずれてきちゃった時にどう直していいかわからなくなっちゃうみたいな。まあ、組織のよくある大企業病の、どこにでもある話が、こうね、浮き彫りになったというか。で、まあまあ、気象学会もね、こうご多分に漏れずというので、まあ、たびたびそういう話したと思うんですけど。まあ、でも、なんか、少しずつ光が見えつつあって、取っかかりがつかめて、まあ、来年春の5月に、まあ、ジャムセクの研究者の何人かで実行委員担当して、やるっていう時に、これぐらいのこの場所で、こういう感じでやったらいいんじゃないと。去年のやり方と明らかに違うけど、でも、それは、それで、去年とか、まあ今年ももう行われてるんだけど、やっぱりさ、あれ、おかしいじゃん、みたいなさ。いや、本来の目的って何だっけとか、喋りたい人はどういうふうに喋りたいのかとか、聞きたい人はどういうふうなことを、どういう時間と距離感で受け取りたいのかとか、さっとまとめて聞きたいものもあれば、あとは、後から繰り返し見れた方がいいものもあれば、一方ではね、もうその場限りだけど、ものすごく近距離で熱くヒートアップして、その熱にこそ意味があるみたいなさ、その瞬間の熱にこそ意味があって価値を感じてるみたいな、そういう、まあ、ものってのを、すごくちょっとずつだけど、整理ついてきて、なんか学会ってこういう感じが本当はいいんじゃないかな、みたいなのが、こうみんなでこうディスカッションしながら、会場の下見しながら、まあそういう話をこう半日して。それで、まあもちろんね、やり方も大事なんだけど、何よりね、これ大事だなと思ったのが、まあ慶應義塾大学のまあ日吉キャンパスっていうところなんですけど、そのキャンパス全体の環境もそうだし、まあ会場として、まあ、抑えた、まあ、そのスペースがあるわけですけど、まあ、スペースの天井の高さとかさ、まあ、窓がすごく、部屋が細かく仕切られてる会場だったり、広いホールでだだっ広くこう吹き抜けてる会場だったり、それも環境だと思うんですけど、まあ、それによって、人の議論の内容とか、テンションとか、エネルギーとかも全く変わっちゃうんですよね。で、まあそういうのも含めて、あ、これはめちゃくちゃいい学会になるね、と。もう会場見ただけで価値確ですね、みたいな感じになって。すっごいワクワクして。まあ、その会場下見に行くまではね、その実行委員長の方とかは、もうとにかくいろんなものを専門、ちゃうもんだから不安で大変だったと思うんですけど、もう今日一気に顔が腫れて、なんかまだね、当日まではいろいろやることあるけど、すごくね、なんか、すっきりした顔で みんなね、よかったね、やったね俺たち、もう勝ったね、みたいな感じで いう感じでしたね。はい。そんな一日でございました。ご挨拶しますか。清水さん、こんばんは。調子どうですか？楽しそうじゃないですか、清水さんも。なんか、ボルダリングの投稿とか、あとは、まあ、ランニングもね、朝食やってそうだし、ブロック注射も効いてんすか？ よく 何本どこに打ったとかって言ってましたけど。いや、でも、ね、それが効いて、な、やりたい動きができるようになったんだったら、それはもう本当にそれに越したことなかったし、よかったなと思いますけど。あとはね、
そのボルダリングの、そうそう、あの、清水さんに紹介してもらった、あれは、あの人はプロなんですかね。まあでも僕もたまたまね、流れてきたら見てますけど。いや、もうなんか、ね、お見事すぎて。芸術ですよね。なんていうか。スポーツなんだけど。スポーツなんだけど、なんていうのかな、ね、同じコースであっても、体格だとか自分の、ね、フィジカルに応じて、上がっていき方や様々なアイディアが、あんまダンクロープできないのか。それはまあまあ重症っすね。そういうなんか上がっていき方とか、全然違うじゃないですか。選手によってね。まあ、到達できたっていう結果が一緒でもプロセスが全然違うみたいな。でもそのプロセスがなんかすごく美しく感じる人と力強く感じる人と、まあどっちもすごいのはすごいんですけど。あとはなんか、なんていうの？美しいともたくましいとも違うなんか、巧みさだったり、意外性があったりとか、その角度か、みたいな。どうなってんのそれみたいな。ね。あるじゃないですか。あれもうなんか芸術鑑賞だよなぁと思って。思いながら。あ、そうだ、そうそう、アンクルーホップ、マリンちゃん。そうそう、マリンちゃんね、中学生で、先日全国ボルダーで、1位になったんですか。ああ、そうそう、マリンちゃんのアカウントですね。清水さんが紹介してくださったあのアカウントで、僕もいつも見てますけど。そうそう、アンクルーホップでちょっと思い出したんですけど、僕もね、最近、ずっとね、目を背けてたというか、特に大きな支障がなかったんですけど、まあ基本的に、ふくらはぎとか前すねとかの、まあ、別に、膝や下で足首までの、いろんな細い筋肉いっぱいついてるじゃないですか。あれって、まあどこがね、つったとかさ、まあ極端な反応になればね、まだ、対処しなきゃってなるんですけど、そこまで言ってないんだけど、筋肉全体的に、もうどの、長肩骨だろうが、短肩骨だろうが、後肩骨だろうが、皮腹筋だろうが、なんでもいいんですけど、長視神経とか、まあいろいろあるじゃないですか、細いやつが。で、どれがどれだか全くわかんないんだけど、もう細いのがこういろいろ絡み合ってね、ふくらはぎについてるじゃないですか。あれのどれもこれもが基本的にもうね、まあ、硬くなっちゃうんだよね。で、硬くなってるけど、切れるほどでもないっていう。なんかそういう状態のまま、で、なんか、疲労ってほど、はっきり疲労っていうわけでもないし、動けるし、っていうね。なんかそういう状態をずっと結構放置したまま、いたんだけど、あ、これちょっとでも、なんていうか、結構良くないなぁと思って。ちゃんと一本ずつちゃんとほぐしておこうと思って最近ね。こう、もう、ひっからまっちゃってるじゃないですか。この前すねのあたりとかさ、いろんな筋肉が。あれをこう一本一本探して、筋肉図鑑見ながら、ああ、そう、前肩骨筋のここ、あ、ここはでもなんか他よりも特別、やっぱり比較してですけど、硬くなってんなぁ、みたいな。それをね、こう一本一本、こう、ちゃんと伸ばしてみたいな。で、まあ、やっぱり長年ほったらかしてたから、めちゃくちゃ痛いんだけど、ね、ちょっとマッサージしたぐらいじゃ、今日明日でね、柔らかくなるほど、そんな弱じゃないっていう、弱じゃないっていうのは悪い意味なんですけど。でね、でも、まあ、ここ3日ぐらいかな、丁寧に何時間もかけて、ちょっとずつちょっとずつほぐして、めっちゃくちゃ痛いんだけどね。それを、こう、図鑑見ながら、あ、これのここについてるここの部分が痛いのか、みたいなやつを。これ痛いって、やっぱまずいよな、みたいな。一本一本、こう、もうなんか、逆に指がつりそうなぐらい、その、膝下の様々な筋肉を、押して、剥がして、筋膜リリースしてみたいなことをずっとやってんですけど。これね、それやったらね、
すっごい腰の張りが楽になったっていう。で、要するに、その、膝下の、なんか、特に激しい痛みとかじゃ、はっきりした問題と感じてない部分が、うっすら硬くなってる。でも、どれもこれも全体的にうっすら硬いだけで、特別大きな問題には感じないみたいな感じの、膝下の筋肉が、こう、要するに、全体で引っ張り続けているのが、まあ、筋膜で繋がってるから、そこをね、ちょっとずつ状態を良くしていくと、結構ね、ハムストリングもそうだし、腰もそうだし、なんだったら背中ぐらいまで影響あるなっていうのをちょっと最近実感したりしてますね。もともとちっちゃいジムで一緒に4級レベルで遊んでた。ああ、そうなんだ。一緒に登ってたんだ。でも手に届かないところまで登っていったって。なるほどね。いや、ちっちゃい子がね、ちっちゃい頃からやって、もう、ぐんぐんほっとけばひたすら上に上がっていくみたいな状態の人と、いやー、もうみるみる突き放されていくみたいのを目の当たりにするって、なんて言うんでしょうね。えも言われぬ感情移入ですよね。うん、ね、自分の子供じゃないけど、それに近いぐらいの感情移入があるんでしょうね。すげえなんか、同じ経験が僕あるわけじゃないけど、でもなんだろうね、ちっちゃい頃からあいつ知ってるみたいなのが、こんなにでかくなってこれができるようになっちゃってて、もうはるかに俺よりも、もう、そこに関しては能力が上みたいなことっていうのがさ、もう、まあ、ね、当たり前なんだけどね。こっちは落ちていく一方だからさ、その、いや、なんだけど、うん、あれって何なんでしょうね。やっぱ親子じゃなくても親子に近いような不思議な、なんていうか、自分の子供でもないし、自分が育てたとかでもないし、ただ知ってるっていうだけの話なんだけどね。もうすごく強い感情移入というか、つながりというか、絆っていうとね、双方向で向こうもこっちになんか強く意識があるみたいなニュアンスになりますけど、そうじゃなくて、こっちから一方的にいいですけどね。それはそんな感じって結構ありますね、僕もね。そうそう。まあまあ、でも、まあ僕はね、最近、まあ、ゆかさんのね、記録更新とか、もっともっと伸びしろみたいな話も、刺激を受けてるんだと思うんですけど、頸骨筋、長視神経、すね周りの筋肉ほぐしたりしていますけど、やっぱり一番痛いのはハムの付け根。ハムの付け根痛くなったことないんだよな。それどこが引っ張ってんでしょうね。でもね、多分、いや、そうそうそう、うん、僕もね、その、あちこちいろんなとこ、でかい目の筋肉が痛くなって長引いてみたいな、比較的今ないんですよ。まあ去年あたりとか結構長らく苦しんだりしましたけど、で当時はまあいろんなその整体みたいなところに通ってみたり、まあそこをね、マッサージしてもらったり、自分でしたり、ストレッチしたり、いろいろ試してましたけど、なんかね、意外と緩和されたなって思うタイミングって、なんか別な場所で気づいてなかったけど、まあ、アナトミートインでは繋がっているんだが、知らないうちに硬くなってるみたいな場所を、見つけるっていうか、そういう時にやっぱり解消されやすい、リリースされやすいのかなっていうのは、僕の最近のイメージですね。で、あとは、そうそう、まあ、なんか、その、まあ、これが、聞くのかなで、実験的に今試してるのが、マグネシウムローションっていうやつがあってですね。まあ、経皮摂取の、マグネシウムとかカリウムとか、まあ、筋肉の収縮とか、伸長に対して、まあ、その脳からの電気信号で、まあ、それに反応して、電気反応じゃないですか、筋肉の収縮とか伸ばすとかって。で、だからその電気反応って実際に中身では何が起こってるかというと、まあ、何らかのイオンが放出されたり反応して、
こっちが、こっちのイオンが反応すると収縮に来たり、こっちのイオンが反応すると伸縮になったりとかっていう風になってるらしいんですけど、まあ、その、例えば、足が釣りやすい人とかっていうのは、あの、マグネシウムとかカリウムが不足してるみたいなことよく言われると思うんですけど、要するに、マグネシウムイオンとかカリウムイオンが反応して放出するっていうことによって筋肉がこう伸びるっていう、電気信号に反応して伸びるっていう動作になるから、だから、それを、あの、まあ、例えば、あの、サプリだとか食べ物とか、マグネシウム多めのもので、みたいな、よく、その話をね、よくし、まあ、こういうもの食べた方がいいのかな、とかってやってたんだけど、経費摂取っていう手段が、うん、なるほどな、と思って。で、まあ、例えば一つは、入浴剤ですね。エプソムソルトって言ったかな。なんかその、まあ、ソルトって言っても、入浴剤って言っても、なんて言うんでしょうね。ミネラルの岩塩の塊みたいな、そういう感じのやつを、こう、まあ、お風呂の湯船に入れて、で、まあ、次に、直接肌から直接入れて筋肉に入っていく、サイズの物質ですね。で、まあ、浸透圧関係とかにもよるけど、あの、入っていかないのに無理に塗って、あの、状態を良くしたかのように思わせる化粧水みたいなのもあるけど、まあそういうのじゃなくて、まあ比較的そのイオン、マグネシウムイオンとかカリウムイオンとかに関しては、比較的吸湿摂取っていうのは有効らしくて、まあ、僕も一時期昔ね、エプソムソルトとかバスボムに入れてやってたりしたことあったんですけど、なるほど、マグネシウムをローションで塗っとくっていう手段が割となんか、あの、登山家とか、あとは、まあ、長距離ランナーとか、足がつるっていう事故で致命的になっちゃう人たちのスポーツでは、割と評価が高く使われてるみたいなことだったんで、ちょっと試してみるかと。まあ、だから別に僕はつることが問題じゃないんだけど、硬くなって収縮しすぎてしまっているってことに、現状としてはね、あの、対処したい問題は変わらないから、まあ、あの、マッサージしつつ、まあ、マッサージオイルの代わりとして、マグネシウムローションを使うってなると、まあ、あの、悪くないんじゃないかなと思って、ちょっと買ってみたりとかしましたかね。ブロック注射2回。半膜容器。大体二頭筋。はい。付け根の方が痛くなってきた。注射した後逆に、別の場所が痛くなったっていうことなんですかね。一番痛いところがブロックされて、ハム外側が暫定位置に上がったのかどうか。なるほど。とりあえず洗面所で水を飲んだり、顔を洗ったりができるようになったんで、確実に効いているのか。なるほどね。まあ、かがみ込んだ動きっていうことなんですかね。ブロック注射自体は、その、付け根の一番痛い部分に直接打つみたいな感じなんですかね。うん、まあ、あの、いろんな、ね、もう試行錯誤と人体実験を、この体で繰り返していくしかないんですよね。我々。で、また、なんていうの、人体実験の題材に30代の時はならなかったんだよね。なんとなく不調とか、コンディション不良とか、いくらでもあったっちゃあったんだけど、なんていうか、どれもこれも中途半端だったから、まあだからね、放置してしまったのもあるんですけど。でも、今、まあ、清水さんの痛みの方がおそらくですけど、よほど痛いんでしょうけど、僕もまあ、なんか、40になってから8年間過ぎて、振り返るとまあまあのところは何度も繰り返したり、あちこちと飛び火したりしながら、痛いだの、辛いだのっていう話がありましたけど、おかげでめちゃくちゃ勉強したよね。っていうかね。それでなんかまあ、知識もそうだけど、やっぱり、人体実験に勝るもんなくて、まあ、いろんなお医者さんだとか、ね、マッサージさんだとか、ゴッドハンドと呼ばれるなんとかの人とかさ、いろいろお話聞いて、まあ、それはどれもね、基本的にそのプロの目の、で見た、良き
アドバイスだったりコメントだったり見立てだったりしたんだと、基本的にはしてますけど、一方でやっぱりなんか結局すごく価値を感じてるのは、ちゃんと痛くなったっていう正しい反応をね、教えてくれた体っていうのに対して、まあなんていうか、あの闇雲だったり、理屈だったりいろいろな、まあ、アプローチで、奮闘しながらこう解除していくっていうかさ、あのまあ暗号のようなものを解いていくみたいな感じですよね。こっちを押したらあっちが痛くなって、こっちをやったらここが少し良くなったような気がするけど、今度こっちが、みたいなさ。もうそういうのの繰り返しじゃん。だけど、なんでしょうね。いや、すごく、なんでしょうね。明らかに、賢くなったな、体に対しても。なんかこう、明確にこれをやったことで良くなったみたいなさ、成果出ましたみたいな、わかりやすいハッピーエンドにはね、もう程遠いですけど、僕もね。あれ、やっぱりここうまく曲がんねえなとか、やっぱりここいつも張っちゃうよねとか、やっぱりなんだかんだ言ってこの動作の時にここがなんか違和感あんなとか。まあ、ちょっと良くなったところで、あれ今度はこんなのなかったやつなんですけど、みたいな。出てくる、そのね、もう裏叩きの繰り返しみたいな感じではありますけど。でもなんか、最近はね、僕は結構、なんて言うんでしょうね。面白がってる感じなんですね。今度そこ痛いんですかみたいな。どういう仕組みなんですかそれはみたいな。あ、そっちからこう引っ張ってこうなのみたいな。感じですよね。でもね、こんがらがってるから、直接、こう引っ張ってるんで、こうですよ、みたいな、そんなストレートな話でもなくて、ちょっとずつ絡まってね。必ずしも解除したら、すべてハッピーみたいな、そんな綺麗な話っていうのは、ほぼないんだけどね。まあでも、なんか、ずっと、思わず解き続けてしまう、知恵の輪じゃないですけど、そういう感じに自分の体が見えてるというか。まあ、この間ね、その新潟帰った時なんかさ、親父がもうあっちこっちボロボロになってるわけ。まあ、腰もそうだけどさ、もう立ち上がるのにも、なんていうの、この角度で、こういう方向にこう力を入れてからの、こうだみたいな。なんかオペレーションのステップがめちゃくちゃいろいろこう複雑に仕組まれてるわけ。で、いや、なんか、かといってね、立ち上がったら意外とちゃんと階段上がれたりとかさ、毎日散歩であそこまで行ってるとかって、意外と頑丈なんですね、みたいな、なんか。だけど、日常生活でこのテーブルのこの高さに座ろうとすると、うわ、めちゃくちゃ痛いって毎回毎回やってるわけ。みたいなさ。それはまあ、体見たらさ、いろんなとここう、まあ首がこう前出てるとかもそうだし、右の肩がめちゃくちゃ下がってるとかさ、ね、料理作ってる時もこういう風に、こういう形になってるから、まあこれ歪んでんなみたいな。まあ明らかにこっち側がこういう風に引っ張って、良くないよなと。まあかといってね、姿勢悪い人じゃないんだよ。みたいなさ。じゃあこういう風にこう立てたら、じゃあうまくいくのかって言ったら、まあそういう話じゃないよね、もうね。ここまでかからまっちゃったらね、っていうね。で、まあ多分僕もね、30年後ぐらいにはほぼ同じようなことなんだろうなと思いながらさ。まあ遅いか早いかはわかんないけど、ずっとね、時が経っても、何の痛みも増えずに、ただただ、良き状態にみたいなことは、むしろない方が自然なんでしょうけど、お父さんの立ち方の話すごくよく、
や、でしょう。まあ、多分、その、腰とか背中周りで、その左右不均等に痛みがある場合には、多分そんな感じになるんでしょうね。あの、ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、うん、うん、うん、みたいな、ウィーンみたいな、そのロボットみたいな。あの、このボタンをこれぐらいこう前に倒してから、あの、レバーをこっちに引いて、あ、うん、重心をこっちに、こっちで両方保ってから、こうみたいな。あ、失敗したみたいな。一回、失敗すると、ドスンと元に戻っちゃうみたいな。まあ、親父の場合はね、もう筋力自体も結構弱っちゃってるんで、まあ、あの、正しくオペレーションして、正しい手順で、正しい角度で持ち上げようとしても、あの、いかんせん筋力発揮が足りなかったんで、一からやり直しみたいなことが、本当に、あるんだよね。でもまだその清水さんの場合は、その、フィジカルの出力自体はね、あの、結構あると、まあその中でも、親父ほどじゃないんだろうなとは思いながら、でも多分仕組み的には似たようなイメージだろうなとは想像つきますね。うん、まあ何の話してるんですかね。いやでもなんか、逆にね、人の体って巧みだなとは思わされますね、うん。痛くない時には何も考えずにこれが作動してたわけですからね。うん、で、しかも結構な出力だし、結構な、なんていうか、絶妙なバランスじゃないですか。ほんとちょっとこっちがこうずれてたら、完全に転んじゃうからねっていう。だからその、ね、ロボットが人間の動き再現するので、やっぱり、まだすっごい難しいって言われますけど、そういうことなんでしょうねっていうのは。ね、やっぱり結局一部の動きだけをね、あの部分的に再現するみたいな。で、形だけ人の形に見せたりとかっていうのにとどまってて、なかなかそこから先に行かないみたいな話って、やっぱりなんか、その AI とかの進化の割にはね、意外とこっちは進まないんだなぁと、そのフィジカルのロボット工学みたいなところって、すごいロボットいっぱい出てきてるし、あらゆるもの機械化されて、車なんてもうね、どんどんまあ、だから、部分的に抜き出した機能を、ひたすら早くとか、特化したものだけ、ひたすら高機能にしていくみたいなことには、ものすごく進化してるけど、別に、動物としてこう、バランスをとって、臨機応変に、バランスと出力とタイミングと、無意識のうちに絶妙にコントロールするみたいなことで仕上がっちゃってるじゃないですか。で、これは、ある種見事だなぁと思って。本当に。で、痛みが出て、ねじれちゃったり、明らかに崩れちゃったり、よじれちゃったりしてるわけじゃん。もう、まっすぐに立ってる、綺麗、左右均等に綺麗にね。正しく機能してる筋肉だけの持ち主なんて、まあ、ほぼいないわけよ、この世には。アスリートだって崩れてんだから。ウサイン・ボルトだってさ、側腕なんだから。っていうね。で、まあ、とにかくさ、その、アスリートみたいに一見美しい体であろうと、もう衰えてヨボヨボになっていようと、で、腰が曲がっちゃったり、なんだかんだと。こっちに傾いたりとか、いろんな癖があったりとか、まああるいはその障害を抱えたりとかっていろいろあるじゃないですか。だけど、にしても、そのバランスでそれを維持して無意識にこういう動きができてるみたいなのを一つ一つ見たら、とんでもない、H の結晶じゃないですけど、すごくないみたいな。立って歩くだけでもそうなんですよね。まして、だからボルダリングであんな動きされた日には、芸術以外に何も、なんだって言えばいいんですかみたいな話なんですよね。本当に。YouTube ショートで上がってくるので、銃を撃つロボットの方が上がってくる。あー、そんなのあるんだ。ハンマーで叩かれたり、妨害を受けながら、
ターゲットです。へえ、あ、そんなの、素晴らしいなんですけど。そう、だから、なんか、まあ、相当進化してるし、いずれ成し遂げることも、うん、分かってはいるんですけど、思ってたより遅くないっていうね、印象もありつつ、なるほど、それだけ難しいんだなっていうのもありながら、これただ歩くだけだ。自然に歩くだけで、自然に人のように歩くだけでもさ、なんか一見それっぽいけど、明らかに気持ち悪いみたいなところに留まってて、そこから先になかなか行けないみたいなさ、まあ、歩けたところでロボットとしての機能としては果たせないから、そんなことして何になるのみたいなね。それはあるんだけどね。まあそれよりは特化型の単一のコードだけをひたすら速くするみたいなことのためにロボットって基本的にはね、作られているから、まあ、人の動きを再現する必要ないんじゃないのかもしれない。まあでも、その料理でね、細かい包、こっちを押さえて、こっち包丁で切って、なんだろう、その、こっちで火をかけながら、こっちでは別なものを作業してみたいな。まあ、料理とかがやっとね、できるようになってきたみたいなのは、まあそれは結構 AI のソフトウェアの進化がでかいっていう話でしたけど、あまり技術が進むとロボットダンスが、確かに。ロボットダンスの意味わかんなくなっちゃうよね。うん、それこそ生成 AI が現実のね、アイドルと見分けつかなくなっちゃうみたいなのと同じで。生成 AI の画像がね、うん。本当に生成 AI の画像とか動画とかって、もう、リアルの人間よりもリアリティがあるみたいな領域にね、ここ1年で瞬く間に達しましたけど、そうっすね。でもロボットもいずれそうなっていくんでしょうね。あのカクカク感がロボットって言えばロボそういうものだよねっていう認識で僕らの常識がねできてると思うんですけど、ロボットっていう言葉じゃなくなっていくのかもしれないですかね。そういうのってね、まあヒューマノイドとかっていう言葉もありますけど、なんか別な言葉になっていくのかもしれないですね。うん。まあ、クローンってのも違うでしょうしね。まあでもなんか、例えば自分の脳みその記憶とか認識とか意識とか、そういう情報をそのまんま、こう、電気信号にして、バックアップして、移し替えちゃうみたいなことを本気で考えてる人がいるしね。まあ、イーロンマスクとか。チップ埋め込んで、ハードディスクにバックアップ取れば、まんまクローンが作れるみたいな。その、クローンってそういう意味だったっけみたいな。昔俺が思ってたクローンって、その、遺伝子全く同じで、同じ人間を作っちゃうみたいなさ。そういうニュアンスのね、まあ、SF とかでよくあった話ですけど。まあ、確かに、脳みそにある情報が全てなんだったら、それを全部バックアップして、全部移し替えて、まあ、必ずしも脳みそっていうメディアじゃなくてもよくて、とにかく情報さえ正しければいいんだから、みたいな。移し替えちゃえば、認識と行動と結果が一致するようなクローンが作れるみたいな。どういうこと？と。もうシングラリティを超えた領域にいるね、イーロン・マスクのような、見えちゃってる人。うん、まあ何を考えてるか到底ね、僕には及びつかない感じではありますけど。何の話でしたっけ？清水さんの腰良くなってほしいっていうね。まあ、それを願うばかりでございます。はい。ということで、まあ、今日もね、取り求めのもない話でしたけど。まあ、でもね、なんか、この取り留めのもなさがね、今日もね、僕は好きですね。相変わらず、うん、清水さんのコメントと取り留めのない話をする時間は僕は本当好きですね。本当ハッピーです。はい、ということで今日はこの辺にしようかな。ご挨拶しましょう。佐藤博美さん、こんばんは。川明さん、こんばんは。小山愛さん、こんばんは。気候変動の話ね、どうですか。少しはね、伝わったかな。こっちが正しいよって言いたいわけじゃないんですよ。
でもあのオーロラ研究者のね赤サフタンの話はあの僕自身すごくなんていうか意義深いなと思ってますね、うん、あの話を聞いた人がどう思うかっていうこととあの話をより深く理解していくことで赤サフさんっていう人の、まあ、研究者としての、うん、面白みも僕は、すごく価値あるものだと思ってるし、一方で、まあ、その、温暖化っていう現象に対しての認識も僕は全く違うサイドから、理解はしてますけど、うん、単純になんか、あの話は違うみたいな話で単純に終わらしたいようなことでもなくて、とてもなんか、科学とか研究とかっていう時に、すごくいい題材なんじゃないかなとは思いましたね。そして対等に、対話して、で、言論の自由っていうのがこういうふうに保障されてるからこそこういうふうにやりとりができるみたいなこととか、本質的な問いにいつでも立ち返れるとか、誰でも自由に素人だろうが、玄人だろうが、肩書きは何だろうが、まあ、言動は自由であるっていうことがね、いかに素敵なことであるかっていう話でもあるなとも思いますし、ね、すごくいい話題だったなと僕は思ってますよね。はい、佐藤奈君こんばんは。今日はね、青春18切符でどこまで行ったんでしょうか、密な青春をね過ごしているということを本当にね嬉しく思いますね。嬉しく羨ましがってるようではね、自分が密でないということを言ってしまうような気がしてしまうので、これはね、決して言わないように、僕はね、むしろね、須江監督の趣旨ともまあ違うんでしょうけど、じゃあ、青春じゃない俺たち、密じゃねえのかと。いや、そんなことはないと。うん、いや、まあ確かに、青春における密と、うん、僕らの、うん、生きてる時間の流れ方っていうのは、まあ明らかに、質とか量が異なることは、それは、否定しないけれども、俺たちは俺たちで水だろうと言いたいよね。うん。と思ってますけどね。何がどう納得できる水なのかはよくわかんないですけど。でも、俺はこのなんか、しょうもない、なんか一見無駄に見える、うん。だらだらした話に、清水さんが、うん、割と熱いテンションで食いついてくれるみたいな、このやりとりね。僕は結構密だと思ったりしてますよね。うん、はい。お互い密で行きましょうよ、という話ですよね。はい。密なサロンですよ、我々。はい。山田友人さん、こんばんは。中村修平さん、こんばんは。お仕事お疲れ様です。先ほど帰宅というね B リアルの投稿を見ております。拝見しております。お疲れ様です。寺石由香さん、こんばんは。マスターズ陸上のね、まあ記録更新の熱冷めやらず、その直後にすぐさま次の目標を公表するというね、あの姿勢が何よりも、なんていうか、要するにね、うん、目標はね、誰だって自由に立てられるはずなんだけど、あれをね、あのようにブレイクダウンして、ジャンクダウンして、そして公表して、で、やりきるところまでプロセスを全て見せるみたいな。あれも、ゆかさんなりの密だよね。清水信之さん、こんばんは。清水さんの密なコメントに、今日も、なんて言うんでしょうね。ある種の癒しですね、僕にとってはね。うん、やりがたいです。非常に楽しい。はい。山本健太さん、こんばんは。森本あかねさん、全くん、かんくん、こんばんは。砂塚森忠さん、こんばんは。ということで、明日も一日元気で頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。
じゃあまたね、清水さんありがとうございます。